あ、お疲れ様です。僕漢字が好きなんで、ちょっと勝負してもらいたいなと思いまして。でルールは簡単で、5分の間で、その今日のテーマは、お題は人弁で、これから草冠だったりさんずいだったり5分だったり10分だったりっていうのを、まあいいねがもらえれば、まあやっていこうかなと思ってるんですけど、まあ実験として今回は人弁でやります。5分です。まあ見ててもいいし、本当に勝負してもらってもいいし、僕はノーカットでやるんで、ズルとかはしないつもりではあるんですけども、はい、しないですっていうか。じゃあいきます。せーの、スタート。あ、やべ、インクがないかも。1分経過。あ、やっぱインクがない。どうしよう。持つかな。あ、ダメかもしれない。あったっけな。あ、いいっすよ、書いてて。あ、出た、よっしゃ。もし間違ってたら、コメントいただければ。掛け順とかどうでもいいんで。やっぱなんかその男って不毛なこと好きですよね。これで全く役に立たないもん。すげえとも思われねえし。ただ世の中には漢字好きな人は多分いると思うので、その人が見てくれることをひたすら祈ります。字が汚くなってくる。悪い癖だ。結構人弁って使うんですけど、いざとなると出てこないですよね。なんかこう無になれるというか、何でも人それぞれあると思うんですけど、これ暇な時にやってんのすごい楽しいんですよね。あと1分ぐらいです。あー、出てこない。あ、
出てこい。あ、出てきた。出てこない。これ。あ、はい。OK、終わり。何個出ましたか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27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 ,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,35,36,35,36,35,36,35,34,35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 ,
かったかな。それではさよなら。